はい、エレキブの小野です。今回は旭川のライブハウスのカジノドライブの、YouTube のチャンネルとちょっとコラボをさせていただくということで動画を撮らせていただいておりますということで、カジノドライブの店長のブンさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ライブハウス紹介みたいな感じで、今回はちょっとカジノドライブの紹介を L キューブのチャンネルであえてちょっとさせていただこうかなと思っておるんですけど、わざわざ来ていただいて、はい、すいません、よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速じゃあちょっと聞いていきたいんですけど、はい、創業何年なんですかね。創業ね、今年で6年目じゃないかな。創業で26年目だ、まあ、長いイメージありますけど、いや26だな多分。その最初からブンさんっているんですか。いやいや、俺ね8年目と9年目の間ぐらいに俺になったんですよ、はい、俺が2代目として引き継いで、はい、で俺になって、そう俺になってから17年、はい、おお、うんか10、うん、いや合ってます、計算は合ってますけど、ね、そんな感じのような気が、はい、23か4ぐらいの時に引き継いだから、はい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 、で会社に、そんな若かったんですね。そうなの、で会社にしてからは9年目だから、はい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 、結構まあまあやってるんだよね。あ、そうなんですね、うん、その店長になられる前はまあバンドやってたよ、うん、あ、バンドやってて、はいはいはい、そうそうそう、前の急に店長さんやったんですか。違う、まあ、まあ急っていうか、まあ、そのライブハウスそうカジノずっと通ってて今と違う場所にあって、はい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 、なんか前の店長が、はいはい、そうなんか東京行くからお店閉めますってなったの、カジノドライブを。でそれでなんかライブハウスやりたいから、あ、潰れたらさやる場所なく、自分もライブバンドやってたから、ね、はい、なんかやる場所なくなるから困るから、なんか引き継がせてくださいって言ったのが、なんかそんな感じだったような気がするんだよね。でそれでじゃあいいよってなって、はいはいはい、でそれで移転して今に続くみたいな。あ、なんかざっくり分かりやすく言うとね、じゃあ最初はこの場所じゃなかったですね。全然1回でしょ、2回でしょ、3回引っ越してんだよね。あ、そうなんですね。そうそうそう、ここ3箇所目で、うん、そうそうそう、でここが何年ぐらいですか。ここでね、多分ここで9年、ここで9年、9年以上やってるね。会社にしてから、ああのタイミングってことですね。ここにタイミングだったから、はい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 、へえー、なんか歴史を聞きましたね。まあ大した歴史ないんだけど、ね。まあ、でもなんか北海道じゃまあまあね、25年、創業25年の頭古い方だよね。ベッシーカウンター、まあ北海道はあるけど、札幌はあるけど、はい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 、北海道なんかその北海道でもまあまあ古い方だ。そっか、うん、レストとかってそのまあレストもね同じぐらいじゃないか。レストももっと古いのかもしれないけど、はいはいはい、なんか長いイメージありますよね。そうだよね。現在のスタッフの人数とか聞いてもいいですかね。人数でしょ今。じゃあこちゃん、まあ、正社員は一人なんだけど、あ、はいはい、あとアルバイトとブッキングマネージャーとか合わせると、はいはいはい、ブッキングマネージャーは今ゆいちゃん、ゆりなちゃん、うん、ちゃこちゃん社員、うん、で照明で花ちゃん、うん、で PA でたけしだから、であとアルバイトが、まあ、アルバイトはそのイベント常だから、はいはい、まあ、俺合わせて6人で、はいはい、なんかこう知恵を振り絞ってやってますみたいな、はいはいはい、すみません、どうしたらいいですかみたいな、俺どうしたらいいみたいな、あ、そういうこともあるんですか。あるある、そう、へぇ、そう、影の権力者は一人いるからね、やっぱり。そうなんか、あー、そうそうそう、なるほどなるほど、あ、すみません、みたいな確かに、みたいな話とかするからね。そうそう、笑ってますけど大丈夫ですか。いやいや、俺あるでしょ、そんな長くやったらさ、そのスタッフともさ、うまくやんなきゃいけないしさ、はいはい、あんまりやってたりとかしたらさ、はいはいはい、なんか、つまんないっていうかさ、いやなんか、そうっすね、なんか誰かのせいにもならないし、はいはいはい、なんか、その方がなんか、一緒に仕事してる人たちもなんか仕事としてはなんか やったっていうか、なんか達成感だったり充実したりとかするから、なんかこれこうこうこういうふうに決めたからこれを絶対やってくださいっていうふうにして良くなることもあるけど、なんかライブに関してはなんかその生きたものを扱ってるから、なんか全部俺が決めてこうとかは絶対なんかうまくいかない気がする、うん、長くやってて、うん、だってもう
やってる人たちがもうみんな狂ってるからさ、はいはいはい、まあ、狂いい意味でね、いい意味でなんか面白い人たちばっかりだから、はいはいはい、なんかもう全部もう受け止められないです、はい、言ってしまえば一人でなんてもうキャパオーバーすわ、はいはいはい、それはそういう意味でやっぱみんなに相談しながらやってるのかなみたいな感じで、だから助かってますよ、ちょっとスタッフに恵まれてる気がします。最高ですね、うん、でも働いてる側もきっと楽しいですよね、そっちの方が。自分も、ね、どうなんだろうね、それはなんか本人に聞いてみたらちょっと闇っぽいことになるかもしれないけど怖くて聞けないけどね、俺はね、うん、今ちょっとでもだって楽しんでくれてると思いますよ、はい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 、いや、よかったっす、よかったっす。で、まあ、今回ちょっと、はい、まあ、カジノドライブの紹介ということなんで、はい、店の雰囲気も、なんて言うんでしょう、バーカンだったりとか、そういう箇所が、まあ、結構 L キューブと似てるというか、 L キューブも今の場所に移転するにあたりちょっと参考にさせてもらった部分も、元気さん見に、そうなんですよね、今度お店あるのでちょっとなんか中見させてもらっていいですか。 あったんですか。そういうこと一回来てくれて、で、なんか元々その時 L キューブちょっとなんか外れにあったでしょ、はいはい、あ、そうです、そうです、そうです。街中ではなくて、街中じゃないところでね、そうです。それで、ちょっとどういう風にしたら使いやすくなるか、ちょっとなんか一回見させてもらっていいですか、はいはい、でもそういうことだったらどうぞどうぞとかって言って、もう後で多分ね出てくると思うんですけど、はい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 、なんかそのあれこのバーカン見たことあるみたいな一回なんかできたんで遊びに来てくださいって言った時に、はい、見た時に、はい、まんまじゃねえかまあでもなんかそう怒ってるとかじゃなくて、逆にあそこに行くとあまり酔えないみたいな、はい、あれみたいな、これなんかあれうちっぽいぞみたいな、色合いとかさ、形とか、いやでもそうですよ、ね、だからたまに L キューブでなんかどう、はい、PA で入ったりとかすると、はいはいはい、なんか動線とかもなんとなく似てるから、あ、使い方とかがなんとなく似てるから、なんか意外となんかやりやすい。ああ、なるほどなるほどなるほど。だからあれじゃん、なんかその大野もほらツアーに行ったりとかするからさ、意外とやっぱ自分の店に帰ってきた時に、はい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 、なんか変な安心感がある。はいはいはい、ありますね。なんかそうそうそう、はいはいはい、なんか家には帰ってきてるけど、はいはいはい、店で一回仕事しないと帰ってきたがないっていう。わかるでしょ。わかります、わかります、はいはい、やっぱこの位置だよ俺の場所ここだよみたいなのがあるじゃないですか。そうですね、やっぱその方がそういうところもやっぱ、ね、似てるっていうか、はい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 、いい箱になったよね。いやありがとうございます。いやいやいや、すごい上から行っちゃったけど。いやいやいや、そんなことないです。今参考にさせてもらってるんで、すいません。まあ、そういうところをちょっと紹介させていただければと思いますので、はいはい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。はい、というわけで、バーカウンターのまず紹介をしていただこうかと思います。まず、そこにいる女性お二人のご紹介をお願いいたします。ブッキングマネージャーの、前田ゆりなちゃんですよね。前田ゆりなちゃん、Lキューブもお世話になってます。お世話になってます。ちゃこちゃんです。ちゃこです。はい。カメラマンもやってくれてます。スチールの写真を結構いい写真撮ってくれるんで。はい。あと、まあ、バーカンに。普段はバーカンだ。そうね。いや、まだね、4月から新入社員で入っちゃったもんだから、はいはいはい、まだ1回もライブの現場を経験してない。まだ。ああ、なるほど、まだ、ちょっと触れてないです。まだなんか未知数だな。ああ、なるほど、なるほど。どの部署に配属されるかもまだ未知数だな。はいはいはい。多分、まあ、バーカンも半分、まあ、入り口もまあ、ちょっとフレックスな対応な感じの、なんかのかな、みたいな。でも、まあ、でも写真、撮影最近ずっと、配信の方とかは全部カメラマンやってくれてるから、だからまあそのそうそう、だからあの得意な分野伸ばした方がいいのかなと思って、ちょっと検討中みたいな。社長っぽいですね。社長です。で、まあこれがさっき触れた、そう、このね、すごい、このレンガ作りっぽい感じのこの枠組みの棚、まあ俺一番最初だから LQ行った時ここだ、ここ真似したみたいな。なんか横にディスペンサーあるのとかもさ、なんかそのはいはい、はい、なんか、ね、あの背景がほぼ同じっていう、はい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 、だからでも L キューブ行ってこのカウンター越しで飲むってお酒頼むと、はい、なかなか店にいる感じでまあまあ酔えな い, みたいな。でただ苫小牧にはジャワ水がないだから、ね、毎回入れてくれって言ってんだけど、はい、この町行ってもないんだよね。いやいや、まあ北見にはあったんだけど。あ、マジっすか。そうそうそう、あれ出していいんですか。なんかやっぱあれじゃないですか、めっちゃオリジナルドリンクなんで。
そう、全然出してください。もう広めてもらった方がいいです。ただこのグラス買ってくれればこう分量も書いてある。宣伝いい写真やってる。なんかそうだね、北見の方はなんか水入ってなかったんだけど、焼酎とジャワティーだけだったんだけど、やっぱ水入れることによってやっぱね、はいはいはい、やっぱこう化学反応がありますね、はいはいはい、やっぱりね、はい、なんかタイミングとかもあるんですよね。そう、タイミングなんか入れる順番とタイミングみたいな。そう、氷入れて、焼酎、水入れたところで一回、混ぜるんですよ、ブワーとかって、はいはいはい、で氷の角を取ったところでガーッて混ぜて、氷の角を取る、はい、イメージはね、はいはいはい、ガーッて混ぜて、はい、最後にジャーティーをそのこう回ってる感じのところで、はい、パッてジャーミーズを色付け程度にパッて入れると、もうそれでもうスイスイです。そうなんですね。スイスイス、それ動画で言って大丈夫ですか。まあ、大丈夫だ、あのいい、ね、レシピ付きなんで、あのこのグラスを買っていただければ。めっちゃおすすめ。はい、せっかくだから、せっかくだから、いや、本当です、本当です、本当です、エルキューチャンネルだって、そう、トマホマにすいません。いやいやいや、ありがとうございます。そうだ、色合いとかね、あのそれこそ元気さん見に来てくれて、なんかバーカンも多分昔の L キューブはドリンクカウンターはそんなになかったのかな、あったのかね、あの一番最初の、最初と、まあ、その前のは、うん、ありましたね、うん、はい、でもなんかやっぱそう、なんか床の感じとかもさ、はいはいはい、あの同じ同じだったりとか、本当だ、ちょっと一回映しとこう、そう床の感じとかそう、なんかあのこう入って、はい、そうホールに行って、はいはいはい、トイレが奥にある、まあ、トイレはその手前だけど、はいはいはい、奥に楽屋があるとかっていうイメージとかが、はいはいはい、もうなんかああみたいな、あの、はい、使い勝手がほぼ同じだから、はいはいはい、なんか俺苫小牧行くと結構なんか迷子にならないっていうか、いいなみたいな、思うがままに動けば大体そこにあると、そうあの感じすごいいいんだよ、はいはいはい。なんかバーカンの中でこだわりの点とかってあるんですか。こだわりの展開、なんか一人でなんかワンオペしやすいようになんか配置とかをしてるんだけど、なんかこだわりの点はなんか特にあお酒の種類と量とかはめちゃくちゃありますもんね。なんかライブハウス的ではないかも。あそうかもしれないですね。なんかメニューにないやつとかあるから、はい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 、なんかそう、お酒好きな人がいたら、もしかしたら、なんかアイラ系のウイスキーとか俺好きだから、それも結構安い金額で飲ましてあげてるし、なんかその、バーボンの種類とかもさ、なんか炭酸割りで、ハイボールでとか言ったら、ウイスキーどれですかって言いたいかなみたいな。ボールどれだもん、ジャックみたいな反応で言ってあげるみたいな。そうそうそう、こだわり。まあ、ブンさんもお酒は大好きなんですか。大好き、もともとなんかそのライブハウスやる前とかはなんかそのショットバーでバイトしたりとかそうしてたから、なんかそのカクテルの作り方とかはそこで教えてもらったとか、なんかそういう感じの必要があるかもね。そんなおしゃれなアルバイトしてたんですか。いや、おしゃれっていうのはそんな大したショットバーじゃなかったけど、なんかもうなんかチンピラって言い方欲しいけど、なんかおれーみたいな感じの人が、あ、よっしゃおせみたいな、そういう感じだったから、まあ、若かったからなんかそういうところでお酒は勉強したね。あ、そうなんですね、うん、でバーカンはやっぱね、そうだね、うん、数々のバンドがやっぱたくさん飲んでるし、いやもうなんかね、こうなんか地面にはもう酒が染み込んでるね。いや、そうかもしれないですね。そうだよね、みんな飲んだよね。ボタンダウンやってた時も結構飲んでたもんね、これね。いや、本当ですよ、ね、あれなんであんなに飲むんだろうね、打ち上げでなんか飲み放題って言ったら、うん、だけど LQ もそうでしょ、なんか飲み放題とかって。まあそうですね、 LQ 結構時間あれかい、しっかり守るタイプかい、あの1次会の箱打ちの場合とか。まあ、まずラストオーダーあって、そこからまあほとぼり見て締めますけど、まあ、そんなもうそこからだんだん 2,3 時間とかってことはまあ普通ほぼない。そこから 2,3 時間あるんだよね。あるんですか。まあでもあれですよね、ショットで出すんですもん。出すけど、出すけど、そっから長いんだよ。はいはいはい、もうバンドマンの悪い癖だよ、ね。はいはい、根っこ生えたな、今日これ。ああ。でもなんかその、あれですよね、だからショットで500円でどんどん飲んでいくっていう文化が旭川にあるなっていうのを、まあ、こっち来て僕知りましたもんね。あんまりこう飲み放題終わったらもうお酒飲まないっていう、その、そうだよ、ね、大学からそういう。あそこから適宜始まる時あるから。マジか、みたいな。いや、マジか、みたいな。トイレから一人出てきませんみたいなさ、うん、まあ、あるあるだよね、うん、ライブハウスだったら。まあそうですね、まあ、ありがとうございますなんだけど、はい、せっかくなんでお二人からも、女性陣お二人からもなんかバーカンに
の飲みに来てねとかね、多分なんかもらいたいなと思ったんですけど、いなくなっちゃった。急にフェードアウトしたからね。あ、なんか自分にもうフォーカス向けたみたいな。いやなんか逆にここフェードアウトした。いやなんかなんで言うかと前田エリナです。私は苫小牧のLキューブ結構もう本当に5年以上お世話になってるんですけど、あのいつもよくしていただいてありがとうございます。こちらこそです。こんなきっかけでカジノライブで今働かせていただいてるんで、ぜひなんか交流のイベントとかできたら面白いなと思うのでよろしくお願いします。はい、カジノドライブのチャコです。今大変な時期なんですけど、あのこの事態が収まったらぜひカジノドライブ、旭川のカジノドライブにも遊びに来てください。お待ちしております。ありがとうございます。モンゴル800円です。どっかあったよな。モンパチのサインありました。え？800円にあります。あ、そっちが本物だ。モンゴル600っていうバンドいるんですか？あ、いや、コピーバンドでモンゴル600っていう人がいて、そう、まさか書くかなみたいな。これを書くかなみたいな。ドアにあるんだ。そう、あー、そう、2093年。そう、2093年じゃない。これはどういうこと？2013年ですか？2013年でしょ、はい、うん、びっくりした。相当未来だ。俺死んでんじゃない？まだ生きてるんですかっていうことになってしまいます。そうよね。発表はなんかやっぱいろんな人来てるから。いや、そうですよ、ね、知らない間に書いてってくれるんだよね。はい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 、そうそうそう、ステッカーも懐かしいですしね。そうなんです。自分最初この赤いものだったですもんね。そうだよね、はい、まあ普通にここにもちゃんとありますね。そう、スカポラとか、うん、あ、ここモンゴル800ある。はい、ありますね。アーミーズの大きい。おー、すごいな。楽屋ですよ、ここは。なかなかみんな入らないもんね。あの視聴者の人特にね。いや、そうですよ ね、 ね、楽しい。バンドでライブしない限りは普段掃除してる場所だからさ。はい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 、はい、俺ら的にはチクショーみたいな感じで掃除してるからさ。はいはいはい、まあ、そうなりますね。おしゃれっぺ。そうか、なんか一回なんかそのすごいお酒飲むイベントあって、はい、なんかここのなんか なんだ男の子ばっかりだったから、はい、なんかこの部屋の端に全部瓶が並んでて、はいはいはい、なんか男の子の部屋って昔、そういえば俺高校の時もこうだったなとかと思って、あ、なんか大人になってからもなんかゴミ箱あるのにゴミ捨てないみたいな。楽屋はやっぱこう、まあ来た時よりも美しくがね、うん、あの箱側的にはね、はいはいはい、もうありやっぱそうなるとありがたいですよね。ありがたいよね。今日すごいいい子たちだなって思っちゃう。はい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 、楽屋すごい綺麗でしたね、はいはいはい、はい、ツイートしちゃおうか迷うぐらいの日とかもありますもんね。楽屋使ったみたいな。はい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 、この後ろにもなんかいっぱいサインが書いてあります。本当だ、はい、ホールにも、そうそう、ホールもね、すごいっすよね。あるからあれなんだけど、うん、これ、ノイちゃん、ノイルの探検入ったことない部屋がないんですか。これ入らないんだ、ノイル専門。帰りにここは一緒に歩いてきます。ああ、なるほどなるほどなるほど。この部屋初めてだこのまま通って、あれするかい？ドリンクバーカウンターまで戻っていくかい？ああ、そうですね。
あれ、ノエルっていつ頃からカジノに？去年の8月だね。去年の8月、うん、もうすっかり、うん、看板、名物犬、看板犬、ノエルくんです。ノエルちゃんだよ。ノエル、あ、そっか、ノエルちゃんだ。ごめんね、女子なのに。というわけで、カジノの店舗紹介させていただきました。ありがとうございました。で、今別現場から戻って来られた、ゆいさんです。はい、カジノドライブのブッキングマネージャーの加納ゆいです。よろしくお願いします。お返事ありがとうないし。と改めてですけど、専務の、一応専務になるんですね。そうなんです。ナンバー、ナンバー2ですから。ナンバー2ですから。ナンバー2なの。ナンバー2ですよ、専務は。スタッフよりね、スタッフより。ノエル、ノエルですね。はい。ててーん、かわいい。どこのうちも犬飼ってるもんね。まあ、そうですね。今もそこにいるんですけど。ワンコ、だいぶ仲良しな感じですよね。かわいいですね。もう、どの子も。大野さんのところのワンコも紹介はしたんですか？いや、今日してないです、ね、まあ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 、まあ、それはもう、うん、あ、そういう感じ。こっちは、うん、野石は登場して、はあ、まあ一応なんか看板犬なんで、店的には専務なんですね。専務だからね、うん、はい、専務よろしく、みんなによろしくパクパク、はあ、悪い顔した。うん、うん、はい、ゆるい、ゆるい、ゆるい、うちの店ゆるいね。いつもこんな感じでね、あの週刊カジノドライブはこんな感じでして、ゆるい、ゆるい、いやいや、でも見させてもらってます。やってる感じで、ありがとうございます。いやいや、二人すげえ頑張って、いや本当ですよね。楽しく、しっかり毎週番組見たくなっててすごいなと思いました、ね、本当に。毎週ってね、大変ですよね。いや、そうですよね、決めて、なんかさっき、ゆるいさん、火吹いてるからね。マジっすか。みたいな、多分。今日緑なの。そう。ピーク。緑の火吹いてる。そのうちキーボードが、キーボードが溶けてくると思うんで。おのれの方、おのれの方、おのれので、おのれの方まで、ブワーみたいになって、そうそう。あるあるです。やべえ。思いながらやってるんだ。やべえよ。どんでもいいですよ、この話は。そうかな。みんなそう、一番聞きたいかもしれないよね。かもしれないです。キャラ、キャラで、キャラ、うん、キャラは大事だから。まあそういう方を、カジノの方のチャンネルでできれば。そうだね、いいじゃないですかね。はい、すみません、苫小牧の方ですもんね、これ。真面目にね、ちゃんとやらないと。真面目にやらないと。真面目にやらないと。大丈夫です。真面目に、緩くなっちゃう。編集。いや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 。そう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 。まあそんな感じで、今回は、コラボということで、カジノドライブさんと動画を撮らせていただきました。本当にありがとうございました。とんでもないです。とんでもないです。カジノドライブのチャンネルの方でも、私出演で出演させていただきますんで、そちらの方も見ていただければと思います。そっちを火吹くのもね、俺がですか。はい、というわけで、カジノドライブの、店舗紹介ということで、カジノドライブの皆さんにご出演いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。今後ともエルキューブの YouTube チャンネルの方もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それではお疲れ様でした。またね。疲れ果てて眠る君の顔を見て眠るのも悪くない。疲れ果てて眠る君の